したかったのよ。あの時のアリ地獄。あばよー。ねえ、ムーミン。こっち向いて。これがどうしたのさ、早くワインをくれよ。こら、子供にワインが飲ませられるか。やだ、どうしてもワイン飲むんだ。このふざけよって。おじさん、ないか。でも怖いしな。お寂しい山よ、我に語れ君の涙のそのわけを。こんにちは。僕ムーミンっていうの。君は？君引いてるよ。うわ、冷たい。あれ、パンなんかどうするの？秘密兵器を作るのさ、怪物撃退用の。さあ、できたぞ。これが秘密兵器とはね。細工は流々、今にわかるよ。ムーミン、ダメだ、逃げちゃ。その顔を舐めさすんだ。やだ。ペロ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 。やだやだ、助けて。さあ、ペロペロ、こいつの顔を舐めろ。ペロペロ。美味しいぞ、甘いぞ。ペロリ。やだ。僕の顔、怪物が吹き出すほどおかしい？まあね。ひどい侮辱だ。こらー。よくも僕を出しに使ったな。怒らない、怒らない。いや、怒った、怒った。リオ、リオ、リオ、お願いだからくれくれ。スナッキー、くれくれだ。くれくれ、くれくれ、くれくれ。いやだよ、スナッキー。みんな、おくれよ、くれよ、くれくれ。くれっとって何もやるもんな。おい、スナッキー。は、これは朝起きてみるとこの島。じゃあダメなんか。ダメだ。空を見ろ。雷が落ちたら大変だ。もう少し、もうちょいで切れるんだ。雷なんか。ああ、止めて止めて止めて。間に合わなかったか。人殺し。スナッキー、早く助けて。これに捕まれ。大丈夫か？大丈夫だよ。どうしたんだ、一体。なんだか知らない。目が回るの。誰？昨日お前を担ぎ込んでくれた人さ。やあ、ムーミン。あ、スナッキー。どうも、わざわざ。ワインの味はどうだった？やめて、もうあんなもんコリコリだ。だいぶ参ったらしいな。ワインってやっぱり子供の飲むものじゃないね。それが分かっただけでも大したもん。わかったよ。だけど一回だけだぜ。あそこに鳥の巣があるわ。やめろ、やめろったらやめろ。
大丈夫か？いてててぐらいで飛べるようになるだろう。ああ。そら！じおい、そこにいるやつ。あ、引いた。やいやい。やいやい。やいったら。一体誰に断って釣ってるんだよ。誰にも断る必要ないよ。この池は誰のものでもないんだから。うん、しかし、ムーミン家のお客じゃ追い払うなどとは本当じゃないな。何をブツブツ言ってるんだよ。あいつは悪魔の今、わざわざ所長ったら、いや、わしもその意見に賛成じゃ。確かに悪魔の一味じゃ。はずれに蝶を捕まえて、どうもおかしい。いや、この男は悪魔の使いかもしれん。いや、あるいはそうでないかもしれん。つまり疑わしくないこともない。うん、所長、悪魔がこの村に災いを運んできたんだよ。裁判にかけて死刑だよ、こんなやつ。お互いのために一つ頼みますよな。へえ、お待ちどうさん。ニンニクをたっぷり効かしてありますよ、所長さん。いや、ニンニクはわしのスタミナ源でな。こいつがなけりゃ所長なんて商売はきっともらんのじゃよ。分かってもらいましたかな。私はニンニクの匂いが苦手なんです。失礼します。ニンニクが嫌い。あら、やつ吸血鬼かもしれん。やっぱり悪魔の一味だ。それではお世話になりました、皆さん。怪我するぞ。聞いてくれ、火事の原因は僕なんだ。僕が町で火遊びしてたんだ。違う。君は黙ってて。スナフキンは僕をかばって黙って悪魔になって村から出て行こうとしてたんだ。こんな立派な人をぶちのめすだなんて。いっそスナフキンの代わりにこんな僕を殴ってくれ。雨に濡れた鶴、お寂しい山よ、誰に語れ君の涙のそのわけ。